お疲れ様です。ポンです。皆さんいつもグッドボタンとコメントたくさんありがとうございます。昨日もあんなまっちゃんのしょうもない話にグッドボタンが1300以上、コメントが160以上来ています。皆さんありがとうございます。コメント全部読ませていただいています。はい、昨日の動画でね、まっちゃんを下げて やろうと思ってたんですけども、皆さんコメントに書いてくれてるようにね、好感度が上がってるんですよね。はい、岩城浩一で好感度下がるかなと思ったんですけど、あまり効果がなかったみたいです。はい、自分もね、まっちゃんの話だけをまっちゃんを知らずにね聞いていたら、確かにジャリンゴチェーンの鉄とか吉本の島木ジョージとかイメージすると思うんですよ。はい、でもね、岩城浩一なんですよ。岩城浩一って言えばってなって好感度下がるかなと思ったんですけど、逆に上がってるような感じがあります。はい、残念です。それでね、今日の話なんですが、今日の話はね、違う話今日しようかなって思ってたんですけども、まっちゃんの舎弟の直樹から電話があってね、ちょっと兄貴のかっこいい話聞きたいんで、あの話してくださいよって、まあ、いう話があるんですよ。でもあの話かと、あの話まっちゃんかっこいいからなと、直樹悪い嫌やわって、まあ、笑いながら言ったんですよ。そしたら直樹がもうやってくださいよと、兄貴のかっこいい話聞きたいですって、まあ、言ってきたんですよ。これ多分ね、まっちゃんが言わしてるんですよ、直樹に。はい、まっちゃんはそんな男なんで、多分直樹にお前電話かけて、ポンちゃんに電話かけて、あの話ポンちゃんにしてもってくれとかね、多分言ってると思います。はい、でも直樹のお願いなので、今日はちょっと嫌ですけど、まっちゃんのかっこいい話をしたいと思います。はい、前回ね、まっちゃんの履歴書、そこで松見会の人を、まあ、助けるのに匠の人とトラブルになって指詰めたっていう話をしたんですけど、ちょっとね、時代がね前後してしまうんですよ。今回ちょっと時代を大幅にワープしてしまうんですよ。もちろんまっちゃんが現役の役団の頃の話なんですけどね、この履歴書っていうシリーズで順番に行きたかったんですけど、ちょっとここで飛び越えてしまうんですよ、結構。ちょっとその辺すいませんが、ご理解ください。はい、当時ね、毎月1回、十何人でね、友達、仲いい友達ばっかりで集まってね、必ず、食事しようと。いう、なんか決まりみたいなことをしてたんですよ。仲のいい人ばっかりね。山口組じゃない関東の組織の人とか、その中には元の人もいてるし、みたいな感じでね、仲間内ですね、仲間内で食事を月1回必ずやろうっていうことをしてたんですよ。それで、そのメンバーの人とね、自分とが、じゃあどこですると、食事、何するってなって、で、まっちゃんに聞いたんですよ。まっちゃん、今日の食事会何食べるって感じで聞いたんですよ。そしたらまっちゃんが、俺明日から嫁と一緒に仙台行くんやと。嫁がテレビ見てて、牛タンやってて、牛タン食べたいってなって、じゃあたまには二人で旅行でも行こうかっていうことで、3泊ぐらいで仙台行くねんと。なるべくなら肉は避けてほしいなって言い方したんですよ。それで自分のその場所考えてた人間ね、食事の場所考えてた人間と、二人で相談して焼肉屋にしたんですよ。それもタンの有名なね。で、まっちゃんに、どこどこのタン有名な店に決まったからって言ったら、もうブチ切れてましたけど、まあそれでもまっちゃんは来たんですよ。で、まあみんなで楽しく食事してたんですよ。そしたら一人ね、遅れて、そのいつものメンバーの一人がね、遅れて来たんですよ。で、暗い顔してるから、なんかあったんかなって、まあ自分も思ってたんですよ。そしたらまっちゃんが、ねえお前と、暗い顔して、ね、切れ目かと、
出た方がええんちゃうかとか言ってね、まあ、いじってたんですよ、その人間を。で、その人はまあ、大丈夫です、大丈夫です、みたいな感じで、一緒にまあ、お酒飲んで、脱談してたんですよ。焼肉食べながらね。それで、その人がね、ちょっとね、って、相談あるんですけどね、って言い出したんですよ。遅れてきた人ね、暗い顔してた人が。まあ、多分、何かトラブルがあるんやろうなって、その時まあ、自分は思ったんですよ。その人は元山口組のある組織の人だったんですけどね。で、その兄弟分が、まあ、いてるんですけど、その人が、ちょっとあることで、下手を打ったと。で、やばいんやと。もしかしたら、それがめくれたら、とんでもないことになると。もしかしたら、まあ、これバレてるかもしれへんとか、どうしようかなとか、まあ、言い出したわけなんですよ。でも、自分らもその人のことは、まあ、知ってんのは知ってるけど、連絡取って一緒に何かをするとかいう人じゃなかったんですよ。で、わっちゃんが、その人間のこと、そんなに知らんしなと。なんなら、あの、家の近所のコンビニのレジ売ってる兄ちゃんレベルやもんなと。だから、俺らがどうこう助けるとか、何かをしてあげるっていう中違うしなと。うまく乗り越えれることを、祈っとくわとかね。まあ、軽い感じだったんですよ、自分らも正直。で、まあ、その人は、まあ、お酒は飲んでましたけど、そんな食事も食べへんし、まあ、暗い感じだったんですよ。それで、まあ、その日はそれで終わったんですよ。で、自分は、次の日、まあ、関西に行く用事があったんですよ。まあ、ある人の方面でね、必ず、まあ、行かなあかんということで、自分はそのまま、次の日、関西に行ったんですよ。で、まっちゃんはまっちゃんで、そのまま、姉と一緒に車で東京から仙台に行ったんですよ。5時間ぐらいかけてね。で、普通にその日は自分も用事終わって、夜になったんですよ。で、まっちゃんが電話かかってきて、ポンちゃん仙台ええよと、温泉も気持ちいいしって、朝おいでえなとか、まあそんな話してたんですよ。気に向いたら、新幹線でそっち向いて行くよとか、まあそういう話をしてたんですよ。まあ自分は全く行く気なかったんですけどね。それで、話は終わったんですよ、まっちゃんとの話はね。そしたら、そっから30分ぐらいしてからね、またまっちゃんが電話かかってきたんですよ。また、ほんまにおいでやとか、ホテル予約したよとかね、まあそんな電話やろなと思って、出なかったんですよ。まあ無視してたんですよ。そしたらしつこくなってたんですけど、まあ途中で切れたんですよ。そしたらね、また違う人間から電話になったんですよ。出たら、ポンちゃん偉いことやと。大変なことが起きてると。昨日食事会で遅れてきた人間ね。遅れてきた人間が暗い顔してた人ね。その人がさらわれたと。女と一緒におるとこ。さらわれて女から連絡来たんやと。どうしようっていうまあ話だったんですよ。サロダンは誰やねんと。まあある程度のことはもう分かってたんですよ。東京でおった人間はね。どこどこの、組織の誰やと。で、自分はそこに知り合いがいてたから、その組織にね。だから分かったと。一遍電話かけて聞くわと。で、電話かけて聞いたんですよ。そこで話聞いたら、その、自分らと一緒に食事会に来てた人間と、それの兄弟分と、で、もう一人が、まっちゃんの射程の、直樹ね。直樹の射程だったんですよ。だからこれ、まあもう身内の、人間がさらわれてるのと一緒なんですよ。自分らからしたらね。まあ、まっちゃんと自分の関係があるから。で、これなんでやと。なんでさらわれたんやってなったんですよ。そしたら、その3人でね、強盗に入ってるんですよ。あるとこに。まあ、叩きですね。叩きに入って、女の人を殴ってるんですよ。それで、時計とかね、まあ、現金も、いろいろまあ、そこで持って帰ってるんですよ。強盗してるんですよ。それを、その貴金属を、あるとこでお金に変えてるわけなんですよ。その時に、その貴金属に、イニシャルが入ってたんですよ。で、もちろん、関東の組織の人も、その強盗に入られた人も、いろんなとこ尋ねるわけなんですよ。こういう貴金属、金に変えてないかって言うて。そしたら、あ、うちありますよと。で、誰が持ってきたんやと。あ、誰々ですよと。これ知り合いなんですよ。もともとね、みんな。直樹の射程は、もともとまあ、よその組織、山口組なんですけど、よその組織で、処分されてるわけなんですよ。
だからまっちゃんは山県組とは言えないんですよ、その人間のことを。ただうちの射程の射程やとは言えてもね。でまあ詳しくそこで教えてもらって、で自分がまっちゃんに電話かけたんですよ。まっちゃんこうなってるよと、分かってると、今連絡来てると、あっちこっちから話来てると、直樹からも電話来てると、俺今から東京戻ろう思ってると、まっちゃんがね、車で行ってるから。で自分も分かったと、だから俺もどれかして東京戻る段取りするわということで、一旦話終わったんですよ。そこでまっちゃんとはね、知り合いに言って車出してくれと、東京まで送ってくれってなって、で分かりましたっていうことで東京にまあ送ってもらってたんですよ。当時新東名なんかないからね、普通の東名でずっと走ってたんですよ、慌ててね。そしたらもうまっちゃんも仙台で行けるから、まあ5時間以上かかるんですよ、このまで。なもうまっちゃん4時間ぐらいで着いてるんですよ、東京にね。で自分ももう神奈川入るかとかいうぐらいのとこで、まっちゃんから電話になって、ポンちゃんもうええよと帰ってこんで、もう話ついたよって言うて、まあそういう電話だったんですよ。で話ついたよって、なんで話ついたんと、そんな早い話すんのと、自分はねそういうふうに思ったわけなんです。でまあとりあえずもう今どこどこまで帰ってきてるから、行くよっていうことで、まあ行ったんですよ、まっちゃんがおる場所にね。でそこ行ったら、まっちゃんカッコがね、ホテルの浴衣姿なんですよ。そこの下駄履いて、そこのホテルの下駄履いてね、浴衣姿で来てるわけなんですよ、慌てて。でまあまっちゃんまあある程度自分現金持ってたから、当時しのりもうまいこと言ってたしね。で自分持ってるしの、お金寄せて、で直樹もまあお金溜め込む人間やから、直樹は、で直樹も現金持ってたと。でそのにお金を集めて、まあ全然足らなかったんですけど、まあ迎えに行ったらしいです、そこに。でそこで話して、まあ山県組の人間やとは言われへんけども、その人間をね、したけどわしの射程が射程にしてる人間やと言うたら身内やと、どの映画わしの顔立てて穏便な話したってくれへんかと、まあいう話したわけなんですよ、まっちゃんが。だから山県組の大門っていうのも絶対あったと思うんですよ、山県組っていうので。であとはもうまっちゃん、まあ掛け合い上手やから、まっちゃんはそこでいい話して、まあ、それで帰ってきたんですよ。まあ現金で何百万かその時渡してるんですよ。直樹もまあ何本か出して、まあ、全然半分にも満たってないんですよ、渡したお金はね。まあ向こうの人ももう分かりましたと、いうことで、まあ、解放してもらったんですよ。まっちゃんは連れて帰ってこれたんですよ、その直樹の査定をね、連れて帰ってきたんですよ。で一緒に食事してた暗い顔してきた人間もまっちゃんも一緒に来いって言って連れて帰ったんですよ。でもその人の兄弟分っていうのはまっちゃんあんまり知らないから、知らん顔したらしいんですよ。であとはその人に、その関東の組織の人はかぶしたわけなんですよ、お前が全部あと残りやれよと。まっちゃんと直樹がやったのはその二人の分なんですよ。でまっちゃんはそこでまあその人を、言葉悪いですけど見殺しにしたわけなんですよ。で自分らがいつもよく集まる会社があるんですけど、そこの会社にもうまっちゃんは来てたんですよ、自分が行ったらね。でそこでいろんな話まあしてたら、まっちゃんがちょっとだけ出てくるわと言って出て行ったんですよ。これ1時間ぐらいして帰ってけへんから、直樹にお前電話せえやと、どこ行ってんと、俺帰られへんやないかいとか、まあそんな話してたんですよ。直樹が電話かけたら、いや今ちょっと話してるからもう一回後で俺返すわってプチッと切られたらしいんですよ。何の話しとんねんって自分らはまあ思ってたんですよ。ほらまあ帰ってきてね、その会社に。そしたらその暗い顔してきた人の兄弟分も連れて帰ってきてたんですよ。後の金の保証は俺がするっちゅうて、後の残りはこの人間に作らすよと、作らすけどわしが保証するからって言って、その人間も連れて帰ってきてたんですよ。見殺しにせずにね、最初は見殺しにしたんですよ。でも抹茶の中で何かむやむやするもんがあったんでしょ。もう一回そこの事務所に戻ってその人間連れて帰ってきたんですよ。でその人間はまあ、感謝してました、まっちゃんにね、ありがとうございますって言って。まっちゃんそんなに知らない人なんですよ、2回ぐらいしか顔合わせたことない人なんですけどね。でまあその人が飛んだら残るのお金まっちゃんがまあ保証しなくちゃダメなんですよ、まあまあ金額なんですよ。
結局その人は返したんですよ。いろんなところで金集めて、その人は金つけたんですけど、まっちゃんはその人がどんな財力があってどうかっていうのが全く知らなかったんですよ。でも二人だけ連れて帰ってきたのにものすごくムヤムヤがあって、最悪飛んだら俺がどねえかして金返したらええわと思って、まあと思ったんが最後踏み倒したろうと思ったんがわかんないですけど、連れ戻しに行ったんですよ。はい、それはちょっとかっこいいなと思ってね、ホテルの浴衣と下駄履いてね。で次の日、もうそのまま家帰って、まっちゃんも疲れてるからね、寝て、もう姉から鬼伝のように電話が鳴って、姉もホテルで寝ててたらしいんですよ。で起きたらまっちゃんおれへんし、車ないし、駐車場見に行ったら、で電話出えへんし、それでも姉がカンカンに怒ってたっていうね話なんですけど、はい。で姉にお前も新幹線で帰ってこいって言うて帰ってこさせたらしいです。迎えに行くのめんどくさいから。はい、まあまっちゃんちょっとかっこいいなって思う話でした。はい、まああまりこの話したくなかったんですが、まっちゃんは結構熱いもんを持ってる男なんでね、はい、あまり頭は賢くないですけど、はい、結構熱いのを持ってる男です。はい、ということで今日はちょっとまっちゃんのかっこいい話をしてみました。ということで今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ